ここの対処法をどうしたらいいんですか。あっちの、あ、そうか、便を記録するの痛いですか。痛くないです。的には腰が緩むよりも先に入っていってる感じ。多分心地いいぐらいか。痛いですよ。痛くないです。でもうちょっと緩んできたらここでこうしたい、うん、少し奥に圧が、うん、今の方が痛くないですね。ブラシの違いなの。ブラシ3パターンあるのね、うん、1個目が体がね揺れる感じとか、あまりと浅い面で広いところを揺らす感じで、だんだん狭めていくと、今みたいに切りつき1つの幅ぐらいを揺らすってなると、まあ手根でも干しても何でもできるんだけど、捉えて揺らす感じ、山をこう一声する感じ。3つ目がちょっと今のも近いんだけども、少し幅を狭めて点にして、横揺れじゃなくて縦に、なんていうの、波動違う波を伝えていく感じなので、捉えます、こういう圧、揺らし、違うの分かります。もしもでもう一回1個戻ると、筋肉の幅に対して横に揺らす感じの揺れで、だんだん緩んできたなと思って、もう少し奥まで引かせた感じ味わわせてあげたいなと思ったら、ちょっと当てる面をちっちゃくして縦に、縦方向に揺れがこう伝わるように揺らしていく。こっちが揺らしだったらなんか振動みたいな。変えられる。筋肉の幅を横にこう、緊張してるから凝ってるから少し揺らしながら血行良くして、いいで張ってる、こう体の力がちょっと抜いてくれないかなっていうふうに揺らしていく。で少しそれが緩んできたなと思ったら、ちょっと根っこが深そうだから根っこの方に向けて揺らしの振動を伝えていきたいなっていうふうに変えていく。ちょっと早いかな、奥さんも置き去りになってる。一緒にね、揺れてくれないと揺れで伝わらないので、自分だけが揺れても。今日の動画はいかがでしたか。このチャンネルでは主にセラピストさんに向けて、技術や考え方、お客様と長く付き合っていくためにはどうしたらいいの、そんな内容をお届けしています。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。そしてもっと知りたい、学びたいという方はメール講座無料で配信していますので、よかったら概要欄の方から登録よろしくお願いします。